はい、今ですね、イタリアのナポリにいます。ナポリのね、海岸沿いの道を歩いているところで港があってね、で今スーパーマーケットでね、大きな大型スーパーがあるんです。そこに行こうと思ってます。グランガストね。この道がなかなかね、なんか道が向こうからどん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 車来るんで、なかなか渡れないですね。横断歩道があるからそこから渡ろうかな。結構ねゴミが多いですね、ナポリ。ローマそんなに気にならなかったですけど、ゴミがめちゃめちゃ多い。多いね。そっちから行こうか。なんか入ったらなんか買おうかと思ってるんですけどね、店がレストランがあんまないんだよね。もうローマとかだったら本当レストランいっぱいあるんですけどね、ナポリは少ないっす。ナポリ市はナポリタンでね発祥の人有名なんですけどね。南部っていうのは割とね経済が遅れてるんですけどね、北部とかローマやもしくはその以北の方がね割と経済発展してます。ガソリンスタンドがすげえな、これ。これがガソリンスタンドだ。飛行機も飛んでね、飛行場がありますね、ナポリ。ナポリの空港コードが NAP なんでね、そのナポリの空港あります。ショッピングセンターの中に何か建てるところがありそうな気がするので、ちょっと行ってみます。